エトラちゃんは見た。俺は徳さ、お弁当温めますか。大学に通いながらコンビニでアルバイトをしている。またあいつ来たよ。いらっしゃいませ。こちらのお弁当温めますか。どうするんだろう、温めちゃっていいのかな。お弁当の温めは、うるせえな。弁当なんだから温めて食うに決まってんだろ。それとも俺に冷えた弁当食えって言ってんのか。すみません。この客はいつもこんな感じで店員である俺たちに横暴な振る舞いをしてくるのだ。お金は投げるように出してくるし。うんだよ、唐揚げねえのかよ。今あげてる最中で。はぁ、あ、グズグズしてんじゃねえ。理不尽な文句は言うし、特に新人の子が接客をすると、タバコの名称くらい覚えとけよな。なんでこっちがわざわざ番号で言わないといけねえんだ。レジが押せんだよ。さっさとしろよ、いつまで待たせんだよ。トッシュは入れるに決まったんだろ。そんくらいわかんないのか、ためは。はぁ、あ、私もうあの人の接客やりたくない。店長、あの人を出禁にできないんですか。もう限界です。そうは言ってもな、毎日一応買い物はしてるし、物を壊したり盗んでるわけじゃないしな。そんなある日、いらっしゃいませ。なんだこいつか、また一文つけられるんだろうな。あ、え、誰だ。まさか彼女か。おい、あの客、今日は彼女と来てるぞ。ほら、あそこでお茶選んでる。ああ、あれか。あんなやつでも彼女はできるんだな。お返しが26円です。レシートです。え、そんなのいらねえ。こないだはレシートがないって怒ってたくせに。ありがとうございました。あの、すみません。言い方がきつくて申し訳ないです。ああ、いえいえ、大丈夫ですよ。彼女めっちゃいい人だったな。なんであんなやつにあんないい彼女がいて、俺には彼女ができないんだ。それは知らん。私も見た見た。最近になってよく彼女と一緒に来るのよね。彼女さん、すごく優しいですよ。私がミスしちゃってもいいですよって言ってくれて、いい人ですよね。例の客は相変わらず横暴だったが、でもあの彼女が一緒に来てくれるなら別にいいか。俺たち店員は彼女のおかげで気持ちが軽くなり、そのせいか彼女は店員の中で隠れた人気者になっていた。そしてある日事件が起こった。おい、何勝手に弁当温めてんだ。この弁当は後で食うやつなんだ。でもさっき温めるって。そんなこと言ってねえし、どうかんのかよ。3分前、お弁当を温めますか。ああ、温めますよ。お、人の話を聞けよ。どうしてくれんだ、弁償しろ。すんません。ちょっと、いい加減にしなよ。こっちは客だぞ、あれを払ってやってるんだぞ。スマホいじりながら受け答えしてるあんたの方に非があるでしょ。店員さんに突っかかるの見当違いだわ。大体弁当を温める温めないでこんなに大騒ぎして恥ずかしいと思わないわけ。なんだと、いちいち俺に口出ししてくるんじゃねえ。あんたって、あんたが死ぬほど嫌ってる父親とうり二つだよね。偉い人や目上の人にはヘコヘコしてごますりばっかして、立場が弱い人には偉そうにするし、自分に意見されると怒鳴って黙らそうとするし。もうついていけない。今後二度と連絡してこないで。連絡してきたらあんたがあちこちで同情を買うためにひけらかしてるあなた目王子と同じことしてるって言いふらしてやる。そったれ。弁当どうします。いやー、さっきの彼女さんの単価はかっこよかったな。彼氏の方顔が真っ青だったな。普段でもああいう感じってことよね。そりゃ別れて正解よ。おはようございます。ゆりちゃん、おはよう。ちょっと聞いてよ、さっきいつものお客さんがね。そのお客さんと彼女さんが店の裏で喧嘩してましたけど。てめえ、大勢の前で恥かかせがって。本当のことを言っただけじゃない、もう関わってこないで。結構激しいな。やばいよ、あんたなんかもう知らない。おい、どこ行くんだよ。やめてよ、話して。やばい雰囲気じゃないか。おい、徳さん、やべえよ、警察呼ばなきゃ。あれ、どこ行った。何、お客様、ポイントカードはお持ちではなかったですか。ロメロスペシャルかけとる。100円につき1ポイント付与されて、1ポイント1円でご利用いただけます。ボーナスポイントもプラスでつく商品もありますので、徳さん
ってもお得なカードです。今ご入会いただきますと500ポイントプレゼントとなっております。そういえばあいつ大学でプロレスサークル入ってるんだっけ。警察です。事件ですか？事故ですか？通報してすぐ警察が到着した。現場はどこですか？こっちです。加害者はどちらでしょうか？ジャパニーズレッグロールクラッチホールドをかけられてる方です。ジャパニーズなんて。例の客は現行犯としてそのまま警察に引き取られていった。関節がいて歩けない。プロレス技かけちゃったの？過剰防衛で注意されちゃうよ。すいません。彼女さんはその後被害届を出したそうだ。幸いなことに顔の怪我も大したことなく、あの事件の後もうちの店に買い物に来てくれた。そして数週間後。ありがとうございました。こんにちは。あ、こんにちは。怪我すっかり良くなりましたね。ええ、おかげさまで腫れも引いて治りました。それで、これ突然で申し訳ないんですけど、よかったら受け取ってもらえませんか？ラブレターって、なんで俺には何もないんだ。なんでタクタだっけ。メールとかと違って、手紙で愛の告白って心がこもってていいよな。うるせー。徳佐様、先日はありがとうございました。軽い怪我で済んだのも徳瀬さんがすぐ助けに来てくれたからだと思っております。俺がすぐ通報したからだっつーな。プロレス技を間近で見たのは初めてでしたが、とてもかっこよかったです。思わず見入ってしまいました。なのでプロレスに興味を持ち始め、試合を見に行ったりしているうちに。あ、封筒にまだなんか入ってるぞ。プロレスラー見習いの人と付き合うことになりました。は、前の人とは違って誠実で優しい人です。この縁を引き寄せてくれたのも徳佐さんのおかげだと思っています。今度は彼のデビュー戦が市民体育館であるので、よければ来てください。よし、一緒に見に行こうぜ。ちなみにプロレスは見に行った。興奮したし楽しかったので、彼女とのことはもういいことにする。ご視聴いただきありがとうございました。お金を払っていればどんな態度をとってもいいなんて考えはダメに決まってます。どうして八つ当たりのように店員さんにきつく当たるなんてことができるんですかね。店員さんだって人間なんですから、それに対して傷ついたりすること理解できないのでしょうか。それにしてもプロレス技をあんなに綺麗に決めるなんてただものじゃないです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。